水の小島は、文後水道の中央に位置する、無人島である。大分県佐伯市に属している。周囲約300メートル、高さ約20メートル、面積約0.34ヘクタールの岩礁とも言うべき、小島で唯一の施設である日本の灯台50線に選ばれた、水の小島灯台で有名である。1986年に、水の小島東大が完全自動化されるまでは、 東大守が常駐したが、現在は無人島である。全域が日報海岸国定公園に指定されている。また、磯釣りのポイントとしても知られる。水の小島水の小島は、江戸時代には、伊予国の宇和島藩と文後国の佐伯藩との境界で、両藩の間で領有争いがあった。この争いは、明治時代まで続いたという。言い伝えによれば、 両藩で一番鳥を合図にこの島に一番近い港から船を出して先に島に着いた藩の領地とすると取り決めたところ再帰藩の鶏が酔い泣きしたため再帰藩が先に島に着いてこの島を領有することになったというまた幕府が一番鳥を合図に船を出して先に島に着いた藩の領地とするとの裁定を下したところ 再帰藩が火を焚いて一番鳥を早く泣かせて、先に島に着き、この島を領有することになったとも言う。定期航路はない。また、上陸には許可が必要である。下記には、週末を中心に、島の周囲を巡るクルーズ船が運航されている。また、大分県再帰市と高知県スクモ市を結ぶ、スクモフェリーの船上からは、水の小島を、 比較的近くから望むことができる。なお、2004年11月7日には、水の小島灯台の初点灯から100周年を記念して、南山辺郡鶴見町によって水の小島灯台体験公開が企画された。ありがとうございます。